リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。この多分1個前かなの動画でお風呂のあのお話ししてたと思うんですけど、続き撮らないかもって言いつつ、私今裸ではあるんですけども、撮ってます。この辺がね結構気になってて、ここでこういう感じで色分かれててっていうのでね、それを動画にしたいなぁとやっぱり思ったのと、あのシェフィーがねあまりにもベタ慣れの状況だったんで、動画回しておきたいなっていうやつですね。気持ちよくて寝てます。この辺が痒いみたい、怒んないんですよこの子。あと温浴で暖かいっていうのもあるかもしれないんですけど、この子はねもうハンドリングこんな感じで結構うまくいってる子でございますね。ただ結構つけてあげないとこの背中のこの辺は剥がれてこないね、まだね。もしかしたら脱皮が途中なのかもしれないね。まず脱皮途中で早いから抜けてないみたいな可能性もあるのかな。あ、でもここ抜けてるな。やっぱりあれかな、硬くなっちゃってるからそれでなのかな。この辺抜けてるね。お風呂のお湯やばいでしょ。あのこの子の脱皮の皮で、寝てる。おい、ブブ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 ってなった。完全に寝てる。これ多分ここでお湯での中で私手離したら大暴れする気がする。これ、まあ、大暴れほどではない。あ、起きた。やっぱり息できないってなったんだろうね。そしたら私の手があるっていうのが分かったからまた寝た。ほら、噛みつくもしないね、これ。完全に寝てる。リラックスモードだよ。まあ、もともとね、サバンナモニター自体が、性格が荒くなる方が多いから、当たり前っちゃ当たり前なんだけど、だとしても、この子は全然荒くないね。激荒な子とかも見てきてるからね、本当に。荒くても。野生的な子とかね。この子はね迎えた時から割と慣れた子ではあったし、活発かつ慣れた子みたいな感じだったかな。でもね、迎えるかどうかっていうところもいろいろ考えながら迎えましたけれど、でね、この子は私がね、いろいろ観察をしていこうって決めた子になりますね。まあ、かなり慣れた子だったのと、まあ、最初の動画でも見てもらったら分かるんだけどね、最初からこの子は迎えた時からちょっと指の欠損も激しい子で、この辺でちょっと短くなってるんだけど、第一関節とか。その辺は一番最初の迎えた動画、あ、多分リンク貼ってるかな、あのびっくりマークで多分リンク2個貼ってるかな、これのこの動画の1個前の動画と最初この子を迎えたばっかりの時の動画ね、多分貼ってあるはず。貼ってなかったらごめんね。この辺まだだね、脱皮これからだね。
よし、まあ、ひとまずこんな感じでいいかな。でも十分脱皮の皮は取れてきたね。ちょっとここの一直線だけラインがね、あれだけど、あ、ごめんごめん、片手だと安定してないから気になるんでしょ。お腹の部分安定しないとあなた、ね、落ち着かないもんね、まあ、トカゲちゃんもヘビちゃんもそうかもね。ちゃんとこう何、床があるっていうか、まあ、安心できる場所がちゃんとあればハンドリングの時も落ち着いてくれるね。なんか出してもこんな感じね。でもこれ片手外すと、今寝てるから大丈夫だ。寝てない時にこれやるとここ安定してないでしょ。ここね、ここ何もないじゃない、あの床というか、あの地面がね。だからね、この状態だと結構嫌がります。今は完全に寝てる。あ、起きた、ごめん、起きると早い、ちょっと嫌だ。床が安定してないから動くのね。地面をちゃんと、そう、地面、床というより地面、地面をちゃんと安定させてあげるとハンドリングしても暴れない。私はヘビちゃんとかね、ハンドリングしてて、あの初めて飼った人とかね、あとはフトアゴとかでもそうかな、リュッパもそうかな、全体的にどの爬虫類もそうなんだけど、ここ剥がれてきてる。あ、でもここで一旦止まっちゃった。やっぱりちょっとつけておかないと剥がれにくいね。多分固まっちゃってるんだろうな、まあ、どのトカゲちゃんでもね、そうなんだけど、ちゃんと地面の部分、ハンドリングの時の地面ね、まあ、ハンドリングする部分から空中に上げるので、あのちゃんと床面をね、しっかり置いてあげると暴れにくいですよ。例えばレオパとか、まあ西アゴもそうだね、あと、まあフトアゴもそうだね、あの辺をハンドリングしようとしてなかなか落ち着かない時って結構ね、この地面がしっかりしてないから落ち着かないってことが多いです。地面がしっかりね、こうなってれば落ち着いてくれます。こんな感じね、安定してるでしょ。これがね、安定してないこういう状態とかだと、今寝てるからこの子今大丈夫だけどね、寝てるから気づいてないんだよ、床が不安定で。でも起きてる時だった場合だと、この地面の部分が不安定だから暴れちゃう。そこはね、気をつけて見てあげてください。結構大事です。でね、それがこう地面というか、そう、まあこの接地面がね、ちゃんと安定してればハンドリングみんな慣れてくれるんで、参考にしてみてください。レオパとかも、レオパも割とここだけで持っちゃう人多いんだよね。まあ、サイズがそんなに大きくないからっていうのもあるんだけど、この上半身のこの辺だけでも下半身安定してないので状態が結構多く私は見てるので、暴れてる時とか、なんで暴れてほしくない時はちゃんと地面を作ってあげるといいですよ、うん、なんか同じ話の繰り返しにはなってるけど、ぜひとも参考にしてみてください。ボールパイソンとかもそうだね、あの基本的にはちゃんと接地面を多めにしてあげると、あのハンドリングうまくいく。片手だけでハンドリングをね、ボールとかだと結構でかいからしちゃうと落ち着かない子が多い。でハンドリング慣れしない子が多いね。理由は、ハンドリング慣れしない理由っていうのが、ハンドリングの時に不安定だから怖いんだよね。で慣れちゃうと、慣れちゃったりとか、こうやって今寝てる、起きてるね、慣れちゃうとこういうハンドリングをしても問題なかったりするんだけど、なんか慣れてない時にこんなことすると絶対嫌だ。だってここないんだよ。こいつかわいいな。ヘビちゃんかわいいな。
だそういうね感じ で慣れていくと本当にさっきみたいなこうやっても大丈夫だったりする。それこそ水尾とかでとかその辺のハンドリングもそうじゃないかな。ちょっと水尾とかでとかでかいトカゲを飼ったことないし、サルバトルモニターとかね、あの辺ね。あとあれか、なんだっけ、アフリカンロックモニターとか、その辺は私ちょっと飼育したことないからあれだけど、あの子たちも多分ハンドリングするときちゃんと床面が接地面が多くないと多分嫌がると思う。みんなそうなんじゃないかな。あのオニプレとかも多分そうだね。そう、セブシシバナヘビもそうです。あのうちにいるセブシシバナヘビのサンダちゃんも最初うちに来たときはちゃんと床面とか接地面ある状態で手に乗っててあげてる方が安心してて、でだんだん慣れてくると適当な持ち方しても大丈夫だったりします。それはもううちの子のね家族たちとの信頼関係ゆえにっていうところ、信頼関係ゆえにこんな感じさ。でもこの子は私のことを信頼してくれてるから、こういう変な持ち方ね、これあんまりおすすめしないよ。ほらちょっと落ち着かなかったし、今ほら落ち着いてないでしょ。でもこれをちょっと床面をね、ああちょっと待って、こういう風にしてあげると結構落ち着く。あと今遊びたい感能性もあるので、落ち着いてないという、ちょっと遊びたいんですけどっていう場合もあるね。これなんか遊びたい感じな気がする。暴れてるというよりは、落ち着きがない暴れっていうよりはちょっと泳ぎたい遊びたいって感じな気がする。でもこう手離すと泳ぐよ、ほら普通に。運動がしたかっただけっぽい。楽しそうに泳いでるもん。うん、泳ぎたいだけっぽい今のは。まあその辺はね、あの自分ちの子をちゃんと様子を見ながらやってあげてください。この子は問題なく泳いでますね。ただね、ちょっと接地面がねないから、ここだと浮かなきゃならないのでね、あんまりずっと泳がせておくのは。でも泳いで楽しそうだったね今ね。まあ遊びたいこともたぶんやりますわな。はい、って感じでございます。ちょっと結構頑張ったけどやっぱり難しいね取るの。まあこれはちょっと私も風呂入りながら、このつけ置きという、つけ置きっていう言い方あれだけど、ちょっと湯につけてちょっとずつ脱皮のサポートできたらいいなと思います。はい、ということで本日は以上となります。よろしければチャンネル登録、高評価、そしてグッドボタンの高評価一緒、SNS の、フォローなどですね、 Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方もお願いします。また過去にたくさん動画上がってました。過去にたくさん動画上がっておりますので、よかったらそちらの動画もご覧ください。それでは本日は以上となります。次回の動画でまたお会いいたしましょう。ということでリントとシェフィーでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。